キャメットチャンネルのジジケです。メダル。うるせえしカットされてるし。はい、映画何続きやっていきたいと思います。やるの？やります。もう3年生が引退しちゃったんで頑張っていかないといけないんですよ。この学校休もう。それで休もう。休みに行けないんですよ。見直すか一回スケジュール。え？行けるでしょ。参加いいか。なるともいいけどいいか。いや、ほっとけ。やめろ、昨日のし、思い出すんじゃねえ。それにと、タクが出るよね。あ、いいね、いいね、いいね。それいいね、いいね。とりあえず、まあ、なんでもいいよ。入れたてとかで合宿入るか。うん。よし、合宿だ。行くぞ、おめえら。待ってんだろうな。さて、もう、おばらか。松永がいるじゃん。松永は、まあでもこれか？そうだな。そうだよね。うん。守備職とかよりは、うん。ティーバッティング。いけ、松永。お、佐々木がローボールヒッター。あ、インコースヒッター。いいね。あ、変化球もある。いいね。松永、お前、キャプテンの自覚あんな。あるね。松永また来たね。やる気だね、お前。松永流し打ち。ああ、そうどれも微妙だな、でも。微妙だね。ピッチャーもいないからな。別に投げ込ませる必要ないしな。うん。守備職。うん、取っときたいな。もっとショートとかセカンドのやつらも。ああ、そうね。まあでもこれか。じゃあもう、バッティング系。ああ、そうね。おい、覚えない。また松永がいるじゃん。松永。佐藤兄弟いるね。兄弟やろ。双子だろ。あ、いいね。兄弟バッテリー。いいね。ああ、まあこれでもいいんじゃない、ありだよね。あの、松永、まあ大したもんつかないからね。そう、他があんまりいいのないから。じゃあ、それで、兄弟。兄弟よ。かけといてやろう。早川。早川が成長している。早川関係ないだろ、お前。ショート守備職欲しいな。そうね。まあ、守備連携でいいんじゃない？守備連携でいいか。両方一緒か。うん。それが早急か。一緒か。頼むぞ。なかなかつかないか。そうね。もう一丁いっとく？うん、まあ微妙だよね。二塁がいいのか。二塁には確かに守備職つけたいね。うん。三塁にもつけられるならつけたい。行こう。頼む。お、くそー、なかなか。オーバラー。誰だ通常練習か。OK。今そこにいるのか。細かく刻むか。刻めないね。まあ、2、3。とか。2、3。いや。4。2、3でいいか。2、3でいいよ。練習ならルークさせよ。ちょっとマジで弱いから。さあ、来た。制球。早川がもう、こいつがピッチャー、エースピッチャーになってもらうので、まあ、CC は欲しい。そうね。制球上げて。C まで。原田。もう C かな。もう C でいい。うん。こちらまたスタミナでいいよ。スタミナが。そうね、ずっと走ってる。こいつ急速遅そう。オフルトのミト。ミト、エインやった。と、S までも伸ばす？パワー伸ばす？いや、パワーでも。どうすっか。難しいね。それだ、いい感じではあるが。いい感じなんだよね。ちょっと能力見して。チャンス B。うーん。OK。守備職。こいつ強え。なんであんな打てねえの？こいつ、これで。打ってんのか。俺らが見てると打ってねえだけで、打ってんだな、こいつ。そうそうそう。どうすっか。
パワーも上げちゃう？パワー上げてもいいような気付けない、 B とかまで。うん、パワー上げよう。OK。肩補給、守備はもういいだろう、守備職ついてるし。うん、佐藤は、まあ、古田の時代を担うってことを考えると、まあ、パワー、ミート。守備補給は結構まあまあいいから、肩？今のうちに守備とか上げとく？ああ、そうするバッティングは出ればなんとかだしね。そうそうそう。そうね。梶原2年。こいつはパワーあと1か。あと1だね。守備振っとく？二塁行ってもいねえんだよね。パワーは1ぐらい勝手に上がる気がするから。守備だな。守備練しとこう。斉藤もパワーは B。いいね。あいつも守備上げるか？まあ、今更なんだよな。まあね、もう3年だからな。そうね。こいつも、まあ A まで上げちゃうか。あ、上げちゃうか？うん。米田、米田。うん。9、E か。1年か、こいつは。C まで上げとこう。はい。中野。中野、佐藤は守備、守備でいいんじゃない？守備、守備。松永。キャプテンか。今は弾道が3になったからパワー A まで上げよう。佐々木もミートを A まで上げよう。ミートね。小林、小林は肩上げてる。いつもスタメン、多分スタメンだね。もう外野3人しかいないから。じゃあ肩でいいよ。こんな感じでいこう。頑張ってくれ。まあ2でもいいよ。小林行こう。大きく成長させてくれ。田上だ。え、前評判はいいの？田上だって。おーん。うわー。負けないとゴーちゃんに会えないのか。さらに佐藤だか渡辺もいる。いいね。お、佐藤がチャンス F。いいのか。小林仕事するようになったな。仕事になったな、あいつ。また小林泊まりてぇな。なんか愚痴、愚痴、あ、泊まれるよ。泊まろう。愚痴言ってきただけの小林いなくなったか。お、いいぞ。お、おー、いいね。おー、いいね。佐藤のチャンスがどんどん上がっていく。進路相談で入っちゃうか。そうだね。次もどうせでかいの使っても、あれだもんね。あーでも、あーでも4切っとく。4切っとこう。そうだね。ミート1個切るか。勝ちましょう。OK。梶原、中野、佐々木。佐々木。あ、梶原、悪魔梶原だよね。まあ、佐々木でもいいじゃない。よし。あ、そうね。ごつい見た目してんな。オーダー的には、早川でいいんだよね。うん。先発早川で、さえの原だ。弱え。恐ろしく弱え。早川で一番な。バッティングは、ミート D だからかな。いや、だったら梶原とかいるだろう、まあ。梶原、そうだね。足とかねえから。まあ、足がね。いや、でもあんま変わんないよね。まあまあ。まあ、なんでもいいよ。どうせ勝つし。どうせ勝つよな、ここ、まあ、お前たち。このまま行ってみよう。ポコスカ打たれそうだな。さあ、秋の県大会1回戦。じゃあ、行ってくれよ、お前たちの。お酒の可愛い子だ。やれるってとこ。三塁側、岩見沢。観客に見送られて、守りに散りました。さあ、どんな戦いを見せてくれるのか。いやー、古田世代。古田山城できなかったからな。あ、抑えてんね。でも。早くは？うん。まあな、任せるぜ。初球空振り、少し意識しすぎたか。空振ってんだよ。オーケー。おー、ナイスバッチ。まあここは勝つでしょう。おお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 お本当に。待って、こいつなんか持ってないよね。こいつは？
粘り打ち、固め打ち、マルチ弾、満塁男。なるほどね。よくあんねん、どれくしかって。どれもわかんない。どれもわかんないんだよ。大ボールヒッターだからな。低めに来てくれると、めっちゃ打ちやすいだろうな。次は4球目投げました。ナイスバッチ。おー、さあ、これ入った。入ったね。細木打つね。細木やべえな、こいつ。特殊能力が生きてるんだろうね、ちゃんと。いいのかね。うん。松永は能力は高いけど、そんな持ってないから、ね。確かにね、特能持ってないね。そうそう。あ、やつかけるか？まだいいんじゃない？まだいいよな。うん。斎藤三振の消えた斎藤か。ああ。何もない斎藤になった。おい、結局。うわ、さあさあさあ、頑張って。うわ、さあさあ、頑張って。みなかみ坂の、イエーイ。打ち殺せー。ナイスバッチー。ぬい、抜けろー。さすがにか。あと、古田、来た。今、流し打ちだもんね。出てインハイ。完全に威嚇されてる。いいよ、強いよ、フルトも。お、待たせるか。いや、でも打たせたいな。打たせたけど、まあ待っていいんじゃないかな。一気に待ってみる。うん、ワーストでやめよう、やめよう。さあ、5球目低め、なお、無理。ナイスナイス。おっしゃ、佐々木だ。佐々木だ。ホームランを打ててないよ。ない。ナイス引っ張り。いいね。いいバッティングすんな。硬いな、あいつ。ナイスバッティングです。岩見様、なおもチャンス。オッケー。使ってこう。さあ、地方大会の名物が味方につけるのか。第9。高速スライダー、見送って。梶原。大事なところで魔物持ってこねえんだよな。ほんとな。勝ち確の時に持ってこれても困るんだよ。お前バカか。ああ。ああ。あ本当に魔物だけ外すんだけどな。誰だこいつ。誰久し、久し、久し。久しまあ普通に適当に、まあ究極の思考使ってもいいけど、まあまあまあもう勝てるだろう。さらに6点差は。ナイスナイス、ナイスナイスナイス、いけるよ、走れるよ。おお、走った走った、ナイスラン。誰だこいつ。なあの顔は斎藤かな。斎藤かな。斎藤か、近いだろ。早く斎藤はあんな顔。超ムカつくかも。チャラそうな顔してんな、こいつ。いいぞ、俺の時代来たのか思ってんだろ、お前。お前、見逃したら丸刈りにすっかな。山城見習わせっかな。ってかんな。襟足二度と生やす。おい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 、山城の系か、山城の系か。あー、こいつはもう。松永見せてやってくれよ。松永引っ張りがえぐいことになってる。まさか意外とついてるじゃん。ああ、もうインコースヒッターか。はい、左だ。これは強い。強い。打つんだよな。これ打つね。なんなら入る。引っ張った。入ったなんなら引っ張った。見てやるか。いいね。ヘルメットピカピカだね。へい、へい、へい。ええ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 、いいの、いいね。いいの、はい、はい、イエーイ、はい、はい、その後、三振した。再び投げといてやるか。そうだね。いなくなっちゃったんだよね。いなくなっちゃったな、辻村。まあまあまあ、でも原田がいる。
伝令だけでいいやつだったんだけどな、あいつ。まあまあ10点差だから伸び伸び投げな。うん、先取ってきな。構えがムカつく。一回リゴで不安定やるのムカつくんだけど、グイってあげる、グイってあげる、あ、ムカつく、ムカつく、ムカつく、嫌い。監督に嫌われる早川。ああ、ナイス、ナイス三振。こいつ嫌いだわ。キャバクラには連れてきたくない。調子乗っちゃうタイプなんだ、キャバクラで。なんか後日先輩抜きでキャバクラ行き始めるやつだよこいつ。あいつうざくてさーって絶対言ってるぞキャバクラ。あー、まあいい球投げ。なんか毛があるのにすごい違和感を感じる。なんかね、ツルツルに勝ち。おお、え、これジャイロボール持ってない？持ってないでしょ、こんな雑魚が。そっか、気のせいか、幻影か。あ、幻影だよ。ウルタのリードがいいんだな。そうだな、ウルタなんですよ、やっぱ。やっぱね、球界の頭の伊達じゃないからね。そういうことですよ。あれ早川いいか。ムカつくけど。ムカつくけど。シンカーなのかな。なんでシンカーなんだよ、右投げで。シンカーってどっちもあるの？右投げだと、右、ピッチャーから見て右ね。右下だからさ、普通覚えないんだよ。投げづらいから、可動的に無理だよね。肘ぶっ壊しそうな動き。早が褒めたらこれか。高校野球ぐらいじゃ絶対覚えさせないからね。おいおいおい、早川は変える、変えてみてもありだよ。まあまあまあ、まだいいんじゃない。もうコールドしちゃう、これで。もしかしてコールドするかもしれないね。変えよう。もう一人。10点差だもんね。うん、まあ、取られたらあれだけど。小原？小原に変えよう。じゃあ、小原、原田じゃん。原田、原田だな、原田。原田。変化球1本か、こいつ。それでちょっと守備に気合いさせて。OK。にやけずらないやつがいんな。ニヤニヤしながら来たな。監督が言ってましたよ。気合入れろって。終了した。勝ったー。俺のおかげっすね。で試合出してください。誰だったんだろうね。出てるやつかもしれない。出てるやつ全然出さないだろ。そっか、チョビにいんのか。頑張りましょう。佐々木がミート上がった。佐藤の。うん、ランクアップは早川のコントロール上がったね。いいね。45? あ、いいね、いいね。いいね。フルターとか上がってない？フルターパワーがちょっと上がったね。いいね。松永のパワーも上がったね。いいね。いいね。OK、OK。じゃあ。うん。うん。はい。まあ、こんなもんでしょう。まあ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 。よかったな。あっちゃん負けると思った。まあ、とにかく活躍したね。Okay、おっ、ゴーちゃんとならず者は勝ちにかけてくれてる。いいやつらだ。いいだよ。はい、というわけで、秋の公式戦第1試合は無事コールド勝ちでしたね。おい。なんかコールド勝ち多いけど、その後はすぐ見るじゃん。そう。まあまあまあ、次回ね、第2回戦に頑張っていただいて、春の甲子園目指して、まずは、春ね、甲子園出てほしいんで。OK。頑張ってもらいましょう。はい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと配信もやってますんで、ぜひ遊び来てください。お疲れ様でした。バイバイ。バイバイ。